小山選手お疲れ様です。お疲れ様です、まずは前節福岡戦見事な勝利でした。振り返ってみていかがでしょうか。まあ、立ち上がりのところからチーム全員で、まあ、前向きのエネルギーをすごい持って、プレーできたと思いますし、まあ、実際に得点も高い位置でボールを取ってからっていうのと、あとまあカウンターからってところで、まあ、本当にゼルビアらしい戦いが、まあ、できた試合だったかなというふうに思うので、まあ、そこでまあ無失点でしたし、まあ、守備陣としてもまあすごい嬉しい勝利でした。そしてそのいい流れを引き継ぎながら今日は、大宮戦に向けて練習が始まりました、はい。チームの雰囲気などはいかがでしたか。まあ、今日は比較的、まあ、軽めというかなトレーニングだったんですけど、まあ、本当にみんなで楽しく、まあ、笑い合いながらというかすごいいい雰囲気で練習には取り組めていると思います。そして対戦相手の大宮ですが、知っている選手や印象などあれば教えてください。まあ、僕の、早稲田大学時代の先輩で、僕が1年生の時の4年生だった畑尾選手と、あと富山選手がいるので、畑尾選手なんかは、まあ、自分が1年生の時のキャプテン で、でその富山選手はエースでっていう、まあ、すごい自分からしたら、まあ、すごい尊敬している、お二人なので、まあ、その二人に、負けないように自分も、自分らしく戦って、しっかり勝ち点差取れればいいかなと思います。で、まあ、大宮はまあ、すごい本当に力のあるチームだと思いますし、まあ、監督も変わって、まあ、勝負強いチームになったのかなっていうふうには思うので、まあ、去年、まあ、ホームでは勝てていますけど、まあ、本当に、まあ、どっちに転ぶかわからない試合だったと思うので、まあ、しっかりと、連勝を切れるように、頑張りたいなと思います。そして大宮戦はホームでの試合となります。はい、ファンサポーターの皆様へメッセージをお願いします。まあ、前回のホームの、甲府戦では、悔しい形に、はなってしまいましたが、まあ、自分たちらしい戦いはできていたと思うので、まあ、そこをしっかりと、勝ち点差につなげられるように、まあ、福岡戦からのいい流れというのをしっかりと、また次のゲームにより、エネルギーを持って、取り組みたいと思っています。まあ、そのためにもぜひサポーターの皆さんには多く競技場に足を運んでいただいて、自分たちの後押しをしてくれたら嬉しいなと思います。一緒に戦いましょう。